文系作、摂心像、六道へ鎌倉文化は、鎌倉幕府の成立した12世紀末から幕府が滅亡した14世紀前半にかけての日本の文化。王朝国家からの自立を思行する、本格的な武家政権が、東国に開かれた時代であり、各方面で、新しい文化的所産が生まれた。鶴岡八幡宮陰世紀文化は、 形の多様な都市民や機内周辺の様々な食農民などの活動を背景にしており、平泉、五島、博多など各地に独自の文化の中心が生まれ、一方では庶民や武士の台頭を反映して、従来の王朝国家の枠をはるかに超える多様な文化的所産が生み出された。自称、樹影の乱を経て、相模国家鎌倉に、 本格的な武家政権が成立した鎌倉時代は、政治的にも、経済的にも次第に武家が公家を圧倒していく時代であった。このような変動する社会の様相は、文化の面に対しても大きな影響を与えた。この時代にあっても、伝統文化の担い手は依然として、主として、平安系とその近傍に在住する公家の人々や、なんと北連をはじめとする、 仏教寺院であり、彼らは同時に、封建領主でもあった。しかし、地方の武士たちも、京都大番役などで上京した際には、伝統文化に触れ、それを、それぞれ自らの地元にもたらすようになった。一方、有力武士の援助を期待して、都から地方に下る貴族や、僧侶なども現れた。こうして、鎌倉をはじめ、守護の館のある国家の周辺。 有力武士の居住地、あるいは交通の要所などには、伝統文化をとにしながらも、武士や庶民の気風をも反映した、素朴で質実、かつ力強さを伴った新しい文化が、育まれていった。前代から始まった、民間相互の日相貿易を通じ、全集を始め大陸から、新しい文化も伝わった。金、元の軟化に伴う総長の水棒に際しては、 征服王朝の礼軍を嫌って日本に亡命した南宋の移民や僧侶も新しい文化の形成に大きな役割を果たした。ことに、宗風文化の導入にあたっては、東国国家を目指した鎌倉幕府は極めて積極的であった。現行後も元と民間の往来は途絶えることなく、 県庁寺の再建費を調達するため、幕府の命を受けて1325年に商人が元に派遣した、県庁寺戦をはじめ、民間の商戦には、多くの留学像が貧乗し、新しい中国文化の移入に努めた。黒田敏夫によれば、鎌倉時代の文化を前半と後半に分けると、一般に前半の文化が新鮮で躍動的な印象が強く、それに比べれば、 後半の文化は停滞し、泥臭い印象も見受けられるという。しかし、黒田は、民族文化の形成という観点から見ると重要な、英や所産が多く含まれているのが、鎌倉後期の文化であると主張している。また、家永三郎は、鎌倉時代の文化について、過論の登場、史論の登場、民族宗教の理論化、哲学的思索を表現した、随筆文芸、 趣子学の伝来の語典を掲げて、一連の理論的、著作群の出現を前代と比較した場合の一大特徴であると指摘している。仏教界では、国家的事業として、東大寺をはじめ何との所持の再建がなされる一方、12世紀中頃から13世紀にかけて、信仰の武士や農民たちの求めに応じて、日本仏教の新しい宗派である、浄土宗、 浄土新宗自宗日蓮宗臨済宗曹東宗が生まれた。いずれも始祖は、天台宗に学んだ経験を持つ。全四社は、旧仏教の中から生まれ、五二社は中国から、新たに輸入されたものである。趣旨学をもたらしたのも前奏であった。この鎌倉新仏教六宗は、教説も、成立の事情も異なるが、 旧仏教の要求するような厳しい戒律や学問、寄信を必要とせず、ただ信仰によって、在家のままで救いに預かることができると特典で一致していた。これに対し、旧仏教側も奈良時代に、元人が日本に伝えた戒律の復興に尽力する、一方、社会事業に貢献するなど多方面での刷新運動を展開した。そして、新仏教のみならず、 旧仏教においても重要な役割を担ったのが、肝臓の制約から解き放たれたトン生像の存在であった。各地に石仏、また東国を中心に、鉄仏彫刻が現れ、身近な信仰塔としては、五輪塔や板タが建てられた。さらに、古来の神道信仰においても、恐竜の面で新展開が見られた。1180年。 なんとの宗教勢力の鎮圧にあたった、平茂平が、民家に火を放ったところ、風に煽られて、天平文化期以来の鎮護国家の中心を担った、東大臣や、藤原氏の氏寺であった、幸福寺が焼失した。特に、東大寺大仏は、像の首が落ち、右大臣の九条金金が、なおなおとして、大仏再び増流するは、いずれのよ、いずれの時かと悲嘆したように、 当初その再建は、ほとんど不可能なことと思われた。長元像しかし、翌1181年、後白川法王は、造東大寺氏の職王き造物長官以下、担当の管理が任命された。同時に、造寺の費用の協力を募る肝心職が置かれ、法年らの推薦もあって、当時61歳の総長元が任命された。長元は、 中国仏教の聖地をめぐった巡礼像であり、法然から教えを受けた念仏聖でもあった。鎌倉にあった源の頼朝も、米一万国、砂金占領などを送って、長元の肝心に応えた。また、長元は、平泉の藤原秀衡の援助を求めるため、欧州藤原氏の一族にあたる総祭業を派遣して、莫大な肝心を得た。 損傷の甚だしい大仏の修理を可能にしたのは、長元に来日を要請された、僧の皇人、陳奈家らの技術指導であった。私僧三度に及ぶと言われた長元は、大陸の技術が優れていることを熟知しており、自らも中国で建設技術、建築術を習得したと言われている。東大寺大仏の海岸供養は1185年に行われた。 東大寺再建にあたって、後白川法王は、自らの治業国である、須王国を、造営領所にあてた。長元は、建築資材を求めて、道地を訪れ、ついに徳地法において、ナメラという産地の巨木を発見した。柱にするため切り出された材は134本と言われ、中には13畳の胸着もあった。1195年の東大寺大仏殿。 落成供養には、聖一体将軍源より友の妻の北条政子と共に参列した。さらに1203年には、東大寺総供養が行われた。総供養では、後鳥羽上皇が東大寺再建における長元の功を、彼の信量や人格の高尚さも掲げて大いに称えている。幸福寺は、主として、 石棺家を中心とする藤原氏の力によって復興した。幸福寺の主要な同等の造物は東大寺に先んじて行われ、京都を中心に活躍していた陰派の陰尊、円派の名園などの他なら仏師も加わった。なんと諸持の復興に伴って数多くの仏像が作られたが、東大寺の造物においては奈良仏師の流れを組む。 喜び派がほぼ増増を独占した。12世紀からの大転換期にあって、人々は相次ぐ戦乱と飢きに、末法の世の到来を実感し、新しい救いを仏教に求めた。こうした要望に応えたのが、信心や修行のあり方に着目した念仏と題目、及び禅の教えであった。浄土宗、法年はじめ三門で、天台宗の教学を学んだ法年は、 1175年、もっぱら阿弥陀仏の誓いを信じ、南無阿弥陀仏と念仏を唱えれば、死後は平等に往生できるという先週念仏の教えを説き、後に浄土宗の海祖と仰がれた。ここでは、県密の修行のすべてを、南行、造行として知りけ念仏を唱える異行のみが、正行とされた。法年の教えは、都だけではなく、地方の武士や庶民にも広がり、 石関家の九条金座らラ新時代の到来に不安を抱える中央貴族にも広まった。金座の求めに応えてその協議を記した著作が選択本願念仏集である。日本仏教史上初めて一般の女性に広く布教を行ったのも法念であり、彼は国家権力との関係を断ち切り個人救済に専念する姿勢を示した。浄土宗の本山は 京都の千代人である。先週念仏の教えは、旧仏教からの激しい反発を受け、国家からの厳しい弾圧にさらされた。浄土新宗新蘭1201年に、法念の門を叩いた新蘭は、死の教えを、さらに徹底させて、教行新章を表して、絶対他力を唱え、阿弥陀仏を信じる心さえあればよく、また、 犯した罪を自覚する煩悩の深い者こそ、むしろ仏が救おうとする人間であるという悪人症季節を解いて、東国の武士や農民に受け入れられた。呪術的な救済を超えて来世の潤化された信仰を、徳親蘭の教えは後に浄土真宗と呼ばれる教団を形作ることとなり、1272年には、大谷三陰堂が建立された。大谷三陰堂は、 新蘭の末娘革新にの再婚相手である、小野宮前年の所有地だったところに建てられ、1321年には、大谷本願寺と改称された。本願寺の名称は1332年に、鎌倉将軍、森国新郎から、その翌年には、五代醐天皇の御子森吉新郎から、それぞれ領事を得た。上限の法難1207年。 法年率いる吉水教団が遠略、延暦寺、幸福寺によって死断され、後鳥羽上皇によって、先週念仏の停止、及び、法年の門邸の内安楽坊を従うにしと、十連坊ら四人の死罪、さらに、法年自身と、親鸞ら中心的な門邸七人が、流罪に処せられ、法年は、土佐国に、親鸞は、越後国に流された。この時、親鸞は、 朝廷に対し信仰の自由を主張し、弾圧に対する抗議の意を表明している。こうした思想の進化は、越後から、日立国に移った親鸞が、そこで見た、寒義の大飢饉の惨憺たる光景に遭遇したことと、深く関わっているとの指摘がある。自習踊り念仏の様子が描かれた、絵巻物、一辺認人絵伝鎌倉時代中期に、 修行商人と呼ばれた一辺は、熊野権現の信託により念仏の信仰を深め、身分の上下や、規戦の別、汚れの有無、また、善人、悪人の区別、さらには信人の有無をさえ問うことなく、万人は、阿弥陀仏によって救われるのであり、その喜びは、念仏によって表されるべきだと説いた。北は、道の区国枝氏から、南は、 薩摩国、大隅国に至る諸国を遍歴し、南無阿弥陀仏決定王女を60万人とすられた、札を配り、阿弥陀仏への感謝を踊りで表現する踊り念仏を通じて民衆や武士に教えを広めた。この教えは、その場に居合わせた人が作る集団という意味で当初は、自衆と呼ばれた。これが、今日の自衆である。一編は、生前に、 自らの著作を全部焼いてしまったが、死後、弟子たちが、一辺承認語録としてその協議をまとめた。一辺没後、他阿弥陀仏が現れ、返歴を続けながら、自習をまとめていったが、その後、他阿弥陀仏の直径と奥谷派、六条派、四条派、一行派など、他の諸派の間に、様々な確質や緊張を伴いながら、自習の教団が確立されていった。 こうした状況は、一辺屋と阿弥陀仏同様、当時は各地を遍歴する日尻が、多数いて、自らの教えを広めていた事実を反映している。自習の本山は、神奈川県藤沢市の成城工事である。北ッケ州、日蓮一辺の活躍と同じ頃、古くからの北ッ信仰をもとに、新しい救いの道を開いたのが日蓮である。 はじめ天大教学を学んだ日蓮は、やがて北華行を、釈迦の正しい教えとして選び、南無妙法蓮華行という題目を唱えることの重視を、説いた。立正暗黒論を表し、鎌倉での辻説法などで他州を激しく攻撃しながら、国難の到来を予言した日蓮は、幾度か幕府の迫害を受けたものの、権力に屈せず、彼の開いた北華州は、 関東の武士層や商工業者を中心に広まっていった。なお、幕府による、迫害のうち最大のものが竜の口の大法難であった、日蓮の教えには、旧仏教的な要素が多く含まれ、我、日本の柱とならんと述べて、北家信仰に、依拠しなければ、国が滅ぶと、鎌倉幕府に迫ったのも、鎮黙国家の思想の名残を示す現象と言える。 北家宗の本山は日蓮に深く帰依した南城時光により寄進された日蓮小宗である日本ダルマ宗と臨在宗英才座禅を組んで精神統一を図り自らの力で悟りを得ようとする禅の教えは僧の上流階級の間に広まっていた禅そのものは日本には奈良時代にすでに伝わっていたが僧での禅宗の流星により 平安末期以降改めて注目されるようになり、英才より少し前に現れた大日某農人は日本で最も早く全州を打ち立てようとした、そうであった。農人の活動は当時の社会に大きな影響を与えたが、彼の開いた日本ダルマ州は多くの人々に競技を広める過程で中心を失ってしまった。それに対し、 僧へ渡って、禅を学んだ英才は帰国後に、公禅語国論を表して、臨済宗を日本に紹介した。この後、私そうした僧や来日した、僧、元の禅僧の活躍によって、臨済禅が広まった。臨済禅は、座禅を組む中で、師から与えられる禅問道に応えることで、悟りの境地に達しようという教えであり、歴代の法上史もこれを保護した。 英才が目指したのは、謙教、密教に禅を加え、禅を柱にして、仏教を総合しようということであり、彼自身は禅僧であると同時に、密教像でもあった。これにより、臨在禅は、王朝国家たる朝廷、また、王朝国家からは、独立した、東国国家を目指す幕府の保護することとなった。京都の建仁寺は、1202年、二大将軍源 より家の保護により、英才によって開かれた禅寺であり、臨在宗の総本山となっている。英才没後も、中国の臨在禅との交流は活発で、私そうした縁には、帰国後、休場同化の家で、京都に、東福寺を建て、その弟子無関府門は、亀山上皇の家で、南禅寺を開いた。鎌倉末期の修平明朝は、大徳寺、その弟子関山栄元は、 妙心寺を改装するなど、臨在宗は、京都の公家や上流物資の間に広まった。鎌倉では、宋から来日した都来蔵乱家道高が、執権、法上時折からの深い家を得て、県庁寺を建て、息子法上寺宗は宋から無学祖元を招いて、参前し、円覚寺を建てて、初代十字とした。寺宗の子、法上貞時は、 元出身の都来像一山一康氏に消えし、人山の門下からは、最初の日本仏教史といえる、原稿釈章を表した古漢試練、五三文学最盛期の中心を担った、雪村智梅が現れた。軸千本千は1329年に都来した、中国像で、人山一年同様、日本の全宗文化を創始した一人とみなされる。以上を掲げた。 人物以外にも、大陸からは、たくさんの前僧が虎来し、いわば、虎来像の世紀とも呼ぶべき、文化状況が生まれた。総唐州道元一方、僧より、総唐州を伝えた道元は、土見門道地下の子息でありながら、帰国後は、世俗的な県政を拒否して、遠離れ、旗の義重の招きに応じて、越前国に向かい、永平寺で、 座禅中心の厳しい修行とで死の育成に努めた。国文で記された主張、消防現像は、その存在論や時間論、言語論は、現代においても注目されている。道元は、死の乳情の教えに従って県政より離れ、世俗化した、当時の仏教については、根本からこれを批判し、仏だ本来の精神に立ち返ることを唱えた。その点では、 道元の思想も、また仏教の純化を志向するものであった。座禅の修行そのものが悟りであるという首相一等を唱えた、相当禅は、北陸地方を中心とする、地方武士の間に広まっていった。この時代の屯聖像は、禅宗のみならず、立衆や、自衆なども含め、一般に、県密諸州の肝臓に比べて、諸国間を移動することが多かった。 特に禅宗の場合は各地に短歌と称する宿泊施設を設けて、僧の登竜に死している。信仰と実践を重んじる新仏教が相次いで生まれ、武士や庶民に急速に浸透していったものの、社会的勢力としては、なんと六州や天台州、新五宗州などの勢力が依然として大きな力を保ていた。しかし、 新仏教の活発な活動に刺激を受けて、現状の反省と革新への機運が盛り上がってきた。宝生州宝生州中高の祖と言われる、下脱坊上京は、昭円領主でもあり、世俗勢力化した、幸福寺を出て、南山城山中の笠木寺に隠遁し、海中山寺の最高に尽力した後そこへ移った。戒律の復興に努めた上京は、浄土宗を批判する。 幸福寺僧正を表し、これは常述の法年弾圧の契機を作ることとなった。下言、宗明商人樹上座禅図、明恵商人の名で知られる孔弁は、下言集中校の祖と言われ、後鳥羽上皇と、北条康時の帰憶を受けた。東大寺を出て頓生していたが、後鳥羽上皇の院前により、京都北港の戸賀能に、鉱山寺を開き、 法念を批判して、最蛇輪を表した。彼は、仏陀の説いた戒律を重んじることこそ、その精神を受け継ぐものであると主張し、生涯にわたり、戒律の復興を身をもって実践した。なお、神戸は英才より、茶の種子を譲られたことから戸賀能はの地に、茶の名産地となっている。立州立州では、我が全貌春城が南宋からの帰国後、京都に、 潜入寺を再興し、大、密、全律見学の道場とした。口述のように総額を日本に伝えたのも彼であるという。支援防衛像は、立州中高の祖と言われ、最大寺を再興して、改律復興に努める一方、道路の修復や加境、貧民、病者の救済など社会事業に力を尽くした。英像はまた、現行に際して、 敵国長区の祈祷を岩清水、八幡宮で行ったことでも知られる。国の史跡北山十八県古英尊の弟子の両官房認証は、北条氏の保護も受け、鎌倉の極楽寺を再興して、そこを拠点に旧仏教の復興のため尽力した。同時期に、鎌倉で活躍していた日蓮からは、立国族と論争を挑まれたことがある。また、 市営存の志を継いで社会事業に尽くし、最大寺にいた当時、奈良に、ハンセン病患者を救済するための施設として、北山十八県校を設立し、その経営に当たった。他に、立州出身の学僧としては、窓か寺氏とその弟子行前がいる。特に行前の、八州公用は、日本仏教史上重要な文献である。このように、 旧仏教は、戒律の復興を掲げて、国家からの自立と否認などの社会的弱者や、女人も含んだ個人の救済に努めたが、新仏教とりわけ念仏に対する対抗意識も強く、これを排撃する側に加わることもあった。上述した上限元年の弾圧はそのことにより引き起こされたものであった。その一方、下言宗の公弁は三次三方令により、 ナムさん方向性助けさせた前と唱えるだけで、成仏できると解き、情景は、有心の念仏を広めるなど、表面的には先週念仏を厳しく非難しながらも、浄土門諸州の特異行の提唱を学び取り、これによって、従来の学問中心の仏教からの脱皮を図ろうと、した。石仏家は、前代に続いて、魔外仏を中心に、南出の業界岩が多用され、 技法の面でも、戦国から、高浮彫り、丸彫りなど、自在に駆使された。大分県臼杵市の国宝臼杵魔外物は、陰性期から鎌倉期にかけての制作で、業界岩性栃木県宇都宮市の大谷魔外物は、大谷石と呼ばれる、業界岩に掘られた石ぼとけで、国の重要文化財に指定されている。また、鎌倉時代以降は、 皇室の加工岩も利用されるようになった。鎌倉時代に特徴的に見られる鉄物は、修験道関連の社児のほか、東国ことに、現在の愛知県下に収作が濃密に分布する。近年の鉄仏研究によれば、鎌倉期に作られた日本の鉄物は、中国や朝鮮の鉄物との間に直接的な関係を持たず、平安時代末期以降に導入された。 大規模な中鉄技術が各地に普及したことによって独自の発展を見たものと考えられ在地の領主が鉄の肌合いの感触や素材そのものの堅牢さを好んだところから広がった可能性が指摘されている認証等の名で知られる五輪島五輪島は平安時代の半ば頃から死者への供養等または墓標として用いられてきたが陰性期から 鎌倉時代にかけて成功した。密教には万物を生成する5つの構成要素があり、この5要素をすべて形に表していることから、この名がある。すなわち、上から、段形式の空輪、半月型の風輪、三角形の下輪、円形の水輪、方形の地輪である。新言、立衆の映像や、忍証も、五輪塔の普及に関わったと言われており、 長原に招かれて、僧より虎いした石大喰い行末の子孫などの石膏集団が、総伝来の高度な技術で石灯製作に携わった。五輪塔は江戸時代まで作られるが、鎌倉時代のそれは暇なく積まれ、花林が軒厚で四端を直線的に切り、水輪は環球体に近いなど、全体的に安定感があって、 格調の高いものが多いと言われている。伊丹これに対し、伊丹は追善供養、または逆死供養のため、鎌倉時代に初めて作られた供養塔であり、記念名のある最古の例は、埼玉県熊谷市須賀広市に所在する1227年のものである。伊丹は、鎌倉時代紅葉に全国に普及し、南北朝時代、室町時代に最盛期を迎え、 最新のものは17世紀代に属する。イタビは、イタイシ島場ともいい、九州地方から、東北地方、北海道地方までの全国各地に分布し、現地の河原石を利用した簡素なものがある一方、武蔵国秩父山の緑泥変岸で作られたものも、広い範囲で見られ、これにより、成績外場の名称もある。イタビの多くは種子を表す盆事がされており、 ごく希少ながら仏像が彫られることもあり、また、根流者の名や根流年が記されることがある。特殊なものとしては、南無阿弥陀仏の文字が刻されている、名号いたがあり、これは、自習信仰を表す意向である。分布状況などから、東国で発生し、幕府ご家人が各地に受討などとして入部したことにより、全国的に波及したものと考えられ、 東国武士の信仰のあり方の一端を示す金石、資料として注目される。十三十石塔も普及し、大和国藩にゃの十三十石塔は、異行末の作品として知られる。同時には、異行末の子息、これゆき吉によって作られた、笠さ場二期もあり、いずれも国の重要文化財に指定されている。伊豆山の神社上述した、仏教界の動向は、 古来の神々に対する信仰にも影響を与えた。神仏集合が一層深まる一方、現行の後は岩清水、八幡宮はじめ各社で敵国長仏の祈祷がなされるなど深刻思想の高まりもあって、独自の宗教として神道の教理を作ろうという動きが現れた。伊勢神宮下空の神官であった渡来家勇気は、類樹人儀本源を表して、 独自の教理を形成し、伊勢神道の基礎を固め、従来の本自衰弱説に対して、神道優位の神本仏弱説を唱えた。五代醐天皇に仕えた南朝の重臣、北畠地下夫も、伊勢神道の影響を受けている。東国政権である幕府は、天寺世大臣よりも、八幡神を重んじ、王朝国家の側からは反逆者でもあった。 菅原道真を祀る天魔宮を数計した。さらに、東国の神々である伊豆山の神社、三島神社、箱根権限、日光権限などによる独自な祭祀体系の整備を図った。新東海の新道校としては、他に、日本史上初めて村や町など、民衆の暮らす場所である、地域社会に民間によって神社が建てられたという、現象が注目される。 これらの神社で祀られる、多種多様の神は、当該地域に住む住民たちの守護神であると同時に、共同生活における公共性を表彰するものであり、やがて神社は、共同体の中心として位置づけられるようになっていった。南宋の手記によって始められた朱子学は、日本では、総学と称され、日本へは1199年に日葬した春城が、 儒教の天石250巻を持ち帰ったのが始まりとされる。以来、私そうした縁に弁縁や中井は縁月ら前奏によって広められ、1299年に来日した一山一縫いがもたらした注釈によって学理が完成されたと言われる。14世紀に入って現れた天台宗の草原恵みは朱子学に通じ、 五代醐天皇の側近に使え、その大義名分論は、天皇の倒幕計画や兼務申請に大きな影響を与えた。やぶさめの伊手の仮装束笠掛け上述したように、鎌倉時代にあっても主たる文化の担い手は、公家や寺社であり、一般的に武士の文化水準は低かった。上級の乱の際、五千を超える武士の中にあって、 言葉上皇の印前を読むことができた藤田三郎は文博士と称されて珍しがられるほどであった。しかし、武家政権の成立に伴う武士階級の政治的、社会的、内視経済的成長は、おのずから彼ら自身を文化を享受する立場へと引き上げ、上述の痛みなどに見られるごとく、彼らの好みや思考を反映する新しい文化の 想像を促すこととなった。この時代の仏教が新仏教、旧仏教ともに穢れ大きいものの救済を掲げたことも、武士階級の地位向上と深い関わりがある。武家特有の文化も徐々に形成されていくこととなった。その方がは、武士の日常生活の中に認められる。例えば、先人に備えた犬大物、やブサメ。 笠掛けの修練は、汽車産物と称されて重視されていたが、王朝国家の武人の儀式も取り入れて、キューバの道として体系化が進み、次の室町時代に至っては、霊の思想その他と融合して、武家古事の一部となった。狩猟行為であると同時に、軍事演習の意味も有した巻狩りは、山の神を祀る聖なる行事でもあり、富士の、那須ノデのものが有名である。 巻狩りの獲物は、イノシシや鹿シであり、貴族や仏像が、宗教上の理由で意味嫌った獣肉も、武士にとっては重要な食料となった。工芸の面でも、甲冑や刀剣の名品が作られている。後に、武家の家訓へと発展していくものとしては、武士の指定に対する教会があり、北条十字家訓、金沢サ時ト教会などが著名である。武家文書の中に、 多数残って今に伝えられる置文にも同様の内容が盛られている。武家の学問への関心も高まり、北条実時は鎌倉の外交として繁栄した通浦の金沢に金沢文庫を作って和漢の多くの書籍を集めた。その子孫も文庫の充実に努め、後に金沢氏の母大寺であった商名寺が管理を委ねられた。 収蔵された主な書籍は、古書本、総版、原版で、群書地王、春秋佐子伝、少書正義、律、礼、論語正義、春秋正義、文選、白紙文集等がある。このような栄意の蓄積が、室町時代に入って武家が、水防化する区下に代わって、古典文化保存の担い手たる役割を果たし得たものと指摘される。また、 鎌倉幕府の歴史書、あず鏡』も幕府自身によって編まれた。上述した前夜総額の他にも総風文化の移入は多岐にわたった。幕府もまた、京都の朝廷との対抗上、新しく確立した東国政権を総風文化によって壮霊かつ威厳あるものにしようと意図した。陳奈慶などの僧人が多数捕ら移住し、博多には、 大東外が作られた。秘前今津、秘前神崎荘薩摩坊の津、越前鶴賀にも僧人の来住があった。日本列島の側からも、長元栄才春城、道元などが、渡しうしたが、栄才は、将軍源本佐ともに、僧より伝来した茶に関する、喫茶用蒸気を献上しており、道元とともに、渡しうしたと言われる、加藤影正も、 大陸の政党技術の影響を強く受けた。相との往来や活発な日僧貿易は僧船の大量輸入をもたらし、これにより日本でも本格的な貨幣経済が進展して商業取引が盛んになった。そのことは経済や政治のみならず文化の所葬にも影響を与えた。立領国家機の大陸文化の移入は外的には華やかさ。 強さがあっても、その及ぶ範囲は、限定的であったのに対し、民衆の地位工場の進展が著しい、鎌倉時代以降にあっては、外来文化の影響は、必ずしも、表面的に際立ってはいないにもかかわらず、後世の日本人の生活様式に、広範な影響を及ぼしたと言える。東大寺南大門の内部構造を上述したように、 長元は東大寺など南都所持の復興の資金を広く、寄付を仰いで各地を回る、肝心商人となって、僧人、陳な家らの協力を得て、東大寺再建に当たった。再建に際しては、短い後期で単純かつ堅牢な建築手法が採用された。この広報は、大仏様と呼ばれ、大陸的な雄大さ、合法な力強さを特色とする。 天竺様と称されることもあるが、インド起源ではなく、中国南方に起源を持つ様式である。構造面では、抜きの多様、雑誌ひじき、有利よだれぎ、皿とを用いたとなど、衣装面では扉を三からととする点、木花に特有の繰り方をつける点、たるきは一軒の墨を着たるきとする点などが、大仏様の特色として挙げられる。大仏様は、 優美で繊細を良しとする前代の建築からすれば、斬新で革新的な衣装であったと言えるが、それだけに、当時の人々からは、受け入れがたい部分があり、柱材の入手の困難さも手伝って、長元以後は継承者が少なく衰退し、細部の装飾などに影響を残すのみとなった。高山寺仏殿鎌倉時代中期になると、前週寺院の建築や建物配置の多くが、 北宋の影響を受けた禅宗様と呼ばれる特徴的な様式で建てられるようになった。屋根は急勾配を停止、強い軒ぞりを示しており、組物を中上のみならず柱間にも配した爪組軒裏のたるきを線上に配する、扇たるき、釣り金型の下等窓や縦横に山をはめた扉などを伴うことが多い。 柱は、石杖板状に立ち、ちまきをつける。仏道の場合、道内には床を張らず四半わらじき市販瓦時期とし、天井は中央を、鏡天井、周囲を化粧屋根裏とするのが、典型的である。簡素ながらも多様な曲線的手法が見られ、整然とした、美しさを特色としており、層からのトライ様式であったためから用途も故障される。大仏様が、 その後あまり発展を見なかったのに対し、禅宗様は、後に、禅宗以外の寺院建築でも用いられるようになり、後世への影響が大きい。石山寺多宝塔大仏様、禅宗様など、外来の新様式に対する、前代以来の日本的様式である。ゆるい屋根の勾配、穏やかな軒ぞりを特徴としている。構造的には原則として、 頭抜き以外に抜きを持ちいず、投げしを多用する。レンゲオイン本堂、大法恩寺本堂、幸福寺北遠道などがこの時代の純和洋の代表例である。レンゲオインは、1165年の創建当時は五十頭なども、立つ、本格的な寺院であったが、1249年の火災で消失した。1266年に本堂の実が再建されている。 光明寺に大門、霊山寺本堂、長久寺本堂、東正大寺空老、大山寺本堂などは和洋を基調としつつ、木花などの細部に大仏様を取り入れている。このような建築様式を新和洋とも称する。明王院本堂日本の和洋に大陸から鎌倉時代の末頃伝えられた新様式である大仏様の構造と、 全宗様の装飾を部分的に取り入れた様式を、雪中様と呼んでいる。また、関心寺様とも呼ばれる。和洋、大仏様、全宗様が混在した様式を、雪中様と称し、和洋に、大仏様の細部が混入したものを、神和洋と称する。場合もあるが、両者の区別は、必ずしも厳密なものではない。妙音本堂。 浄土寺本堂などがこの時代の雪中様の典型例である。南北朝時代に下る者としては、関心寺本堂、鶴林寺本堂などがある。周囲に堀を巡らせた足利市巨漢跡武家の住宅としては、実用的で質素な武家造りと呼ばれる様式が生まれた。下屋国足利の万馬寺は、現在は、新言州大日派の寺院であるが、 鎌倉時代にあっては有力御家人足利氏の館であり、足利氏宅跡として国の史跡に指定されている。寺名は、館に、自物堂と、堀内御堂を建設した、足利義金の改名、万那にちなむ。四方に門を設け、境内の周囲を土塁と堀が巡るなど、当時の武士巨漢の様相を今に留める。また、この造りは、絵巻物。 一辺商エデンなどでも、その詳細を伺うことができる。前奏、無奏祖籍鎌倉時代の庭園は、前代の庭園と同様、地線を廃した浄土式庭園を主体とし、広い池庭に放来島や鶴島、亀島などを廃し、地上に極楽浄土の世界を実現するものとして作られた。初期段階では、船遊び式の地線が多かったが、 やがて海遊式へと推移していき、南北町、室町期の地戦海遊式の名演の策定につながる。源頼朝は、鎌倉に永福寺庭園を作った。永福寺席の庭園以降がそれで、寺は1189年の文治5年、欧州合戦で戦死した弟源、義経や藤原康平ら多数の将兵の鎮魂のため、中尊寺の二階王道、 大長寿院に習って年内に造営に取り掛かり、1192年に完成させたと伝えられる。鎌倉市教育委員会は、1978年より、二階堂、阿弥陀堂及び薬師堂などの主要ランと、建物全面に広がる、庭園以降の広がりを確認するための発掘調査を実施した。今日、ラン配置や堂の規模。 庭園の詳細などが確認されており、三つの道の前には地線が広がり、後背部に所在する山からの流水が槍水となり、池の周囲やその中には石組みの施された浄土庭園である。機内から石立像として制限が招かれ、庭石の運搬には畠山茂忠がイ幕府の御家人が参画したと伝えられる。現状では、 遺跡保護のため埋め戻されている。正明寺庭園随仙寺石庭裁縫寺庭園13世紀、はじめ、大城大臣、西園寺公共が、落北に、中潮の所領であった北山山荘の地を得て、北山台を建てた。工業は、ここに、変化に富んだ、大きな池を中心に、本堂西園寺を、はじめ多くの御堂と住宅を配置している。これが、 現在の六音寺庭園の起こりで、池に臨んで釣り殿が廃され、地中には中島を築き松が植えられていたと伝わっている。1225年にこの地を訪れた藤原邸家は、赤月記や歴史書、マスカガミにも陶庭園に関する記述があり、特に邸家は、その美しさを褒めたたえている。1221年、将軍源本朝は、大臣に、 英福寺と同様、地線を伴う庭を作った。また、金沢市の菩提寺正明寺の庭園は、金沢佐根時、賢治の台に開かれ、賢治の子、金沢貞明の手によって、集築造営がなされた庭園である。地線船遊び式の浄土庭園であり、栗石や白車などによって、自然の海岸の景色が再現されている。大きな弧を描いた反り橋が、 特徴的で、橋は、現世から、極楽浄土への結界を表現している。日本の庭園史上最も重要な、石立像とされるのが、国志号を授けられた、臨済宗の高想、無双祖籍であった。鎌倉の随仙寺庭園は、無双国師が、鎌倉末期に、随仙寺を再興した時に作られた庭園である。境内の奥にそびえる、金平山の山頂に、ティンがあり、 その前提として、山に登る旧坂と坂の下の池がある。地盤には、北条書院があり、業界岩の岩盤をえぐり削って作り出された特殊な遺書を示す。従前、池を含む大部分が埋没し、荒廃していたが、1969年から翌年にかけて行われた発掘調査によって、確認、検出した遺構をもとに復元された。 晴れた日には完全に、富士山を望むことができたという。武双祖先初期の策定、鎌倉に依存する鎌倉時代の唯一の庭園、また、書院庭園の先駆けをなす意向として貴重である。また、苔寺で知られる、京都最宝寺の庭園は、従来は、南北朝時代の武双国史の策定と称されることが多かったが、文献資料の検討や、 庭園の細部の精査などにより、鎌倉時代の策定である、可能性の高いことが指摘されている。南北朝、室町期を含めた、中世の日本庭園は、非常に高い評価を得ているが、その一因には、中世の人々、とりわけ武家の庭園志向の高さが指摘されており、その背景には、王朝期の公家文化への同系と武士の全集への、系統という二つの要素が考えられる。 1180年の平重平の陛下で焼け落ちた、奈良の諸事の復興に際し、上長の流れを組む奈良仏師の後継、その子、運慶、後継の弟子会計らが起用された。この一派は、喜び派と称され、東大寺南大門の金剛力士像などのように、写実的で力感あふれる、仏像、心臓あるいは肖像彫刻を数多く作り出した。 1185年奈良仏師の着流に属する清長が頼朝の招きによって鎌倉に赴き、勝長寿院の本尊を作っている。山本つは鎌倉幕府と奈良仏師の関係はこの時に生まれたと推定している。喜び派は従来は京都の権力から疎遠であった仏師集団ならではの斬新な工夫を施した作品を多く生み出した。 天平彫刻の伝統を受け継ぎながらも、前代の様式の影響を脱し,し、新興勢力物資の新しい感覚にも適合し、新時代の精神を反映した力強い、写実性及び人間性の豊かな現れが彼らの作風の特色である。喜び派の流れは、運慶のこの探偵、その次世代の交ぶらに引き継がれている。技法面では、裸形着想像の流行、 玉眼の一般化、金礼を用いた塗り仕上げ、送信具の多様など、生身を強く意識したものとなっている。鎌倉前期東大寺南大門金剛力士像、幸福寺北遠道、無弱像金剛宝寺不動堂、金柄道寺蔵上土寺城土阿弥陀如来及び両脇自立像、幸福寺流陶器像、鎌倉中期妙法院、蓮華法院千住観音座像妙法院、 レンゲオイン本土二十八部修立像の内場、ヤブセン。六原三辻、空や商人像鎌倉後期喜び派の彫刻も、後期に入ると、形式的表現が多くなり、過剰な説明や、概念的誇張が顕著になって、彫刻としての魅力が減退するが、その中で、探検の後継者である、公園は、運形直径の奈良師としての正当を伝える。なお、 経府関係が、不明ながら1280年の長谷寺本尊の最高に関係したとされる、深志や氏や、喜び衆を、こま窓か以後の喜び派政経に充てる見解がある。深志や氏の作品は、九州地方に多く依存し、そのことから、喜び派の活動範囲は、一旦奈良に戻り、さらに、そこから地方へ波及したという動向が見て取れる。 吉野水分神社玉り姫命造工特院、阿弥陀如来像遊戯座像層の影響を受けて、鎌倉市を中心に制作され、滝見観音菩薩遊戯座像、水月観音菩薩遊戯座像、観音菩薩遊戯座像、観音菩薩遊戯座像、聖観音菩薩遊戯座像、聖観音菩薩遊戯座像,戯座像などが残る。絵画では、前代に続いて絵巻物が、 盛んに作られ、写実的性格の強い肖像画が現れた。絵巻物の中にも電気物が登場し、肖像彫刻の流星と合わせ、この時代の個人及び個性に対する強い関心が伺える。陰世紀に続いて絵巻物が盛んに作られ、前世紀を迎えた。戦乱や武士の生活に題材を取ったものが現れ、自社の演技や構想の電気、 仏教説話などを題材としたものも多く描かれた。校舎は、民衆に教えを広めるために盛んに制作されたもので、社辞への法音の意味で奉納されたものも多かった。合戦へ、平治物語絵巻三条殿与内巻、五三年合戦絵巻眼光の乱れ社辞演技絵北の天神演技絵巻、小川寺演技絵巻高僧殿へ法年少人絵殿、現状三蔵絵その他。 紫式部日記絵巻、華厳ン祖師絵伝、地獄像師このほか六道絵も、盛んに描かれた。六道とは因果応報により転生する、天上界、人間界、修羅界、畜生界、ガキ界、地獄界の六界のこと。六道絵は、小児来号寺本のような掛け福本のほか地獄像師山井像師ガキ像師など絵巻物の形でも現れた。 阿弥陀二十五菩薩雷豪図不遍延命像絵巻物と比較してより公開性のある絵画として阿弥陀雷豪図、仏伝図、北家郷曼羅六道絵、十王図など大画面の経典関係の説話画も多数描かれた。鎌倉時代の仏画の特色としては儀器にとらわれない自由な発想と写実的な表現が掲げられる。また、日本古来の神々を描いた。 衰弱画がこの時代に現れ、純日本的な宗教画として、独自の位置を占めた。山和絵の手法で、実際の人物を写実的に描写した、肖像画を二世と呼び、藤原隆信、真実不知らによる、軽快な線病の個性的な一連の名品がある。一方、前僧が崇拝する思想の肖像を描いた純僧は、僧画の強い影響を受けている。 二世花園天皇陰、新五寺三蔵の一つ伝、源頼友蔵鎮荘鎮荘、乱敬、道高蔵鎮荘は、前週の僧の肖像画で、多くの場合、思想からで知へ、不法の証として与えたものである。壮大画像の影響を受け、二世とは異なる筆致ながら、個性をよく捉えて、写実を尊ぶ画風が伺われ、やはり異名品が多い。 その他工芸の面では、武士の成長とともに、武具の製作が大いに盛んとなった。陶磁器、漆器などの面でも新傾向が見られる。伝生された遺品は、必ずしも、多くないが、東京国立博物館の鎧ひたたれの二式当時の武学用具の二式などによって、この時代の力強い作風が伺うことができる。全体的に伝統的な技術に則っ,っていたが、 鎧の脅しや染め側においては、新しい技術、技法の発達が見られた。中でも、鎌倉時代初期に作られた、大山積みの神社の赤い塔脅しは、有品として著名である。この時代の仏師は、合戦で目立つ赤色を、ことのほか好んだ。甲冑では、京都に住んだ妙珍が名高く、鎌倉時代の初め頃に初代が朝廷より、妙珍の後を賜り、 以後代々この号を称したため、この流れを組む者を妙珍派と呼んでいる。甲冑はまた、鎌倉時代後期になると戦勝祈願のために神社に奉納する監修が定着したため、一層装飾性を強め、鎌倉末期の制作になる、青森県八戸市の串引き八万具及び、奈良市春日大社の赤い塔土し鎧はいずれも国宝に指定されている。刀剣は、 山城、山と、相模、備前、備中などの諸国のダニアがそれぞれに、地鉄や波紋に、特色のある作品を作った。山城の雷派、備前の長船派、福岡一文字、備中の青江派などは、多くの著名投稿を排出している。個別の投稿としては、備前長船の三つただ、長江、京都の東四郎、吉光、鎌倉の正宗、影光などが著名で、 多くの名品を残した。これら刀剣は、日層貿易での重要な輸出品でもあった。終わり国さなげようでは、すでに5世紀頃から、ス駅が生産され、平安時代前期には、中国の越州用政治を半とした、西遊陶器が肖像されていた。しかし、平安時代中期以降、律令制の崩壊とともに、さなげようはその製品を支配者層向けから、 一般庶民層向けの大量生産品へと転換させていった。それに応じ、世誘等に代わって実用的な無誘のあんざ皿が大量生産されるようになるが、こうした動きは12世紀に本格化し、中世全体を通じて展開される。山茶湾洋の分布は、伊勢の亀山周辺、駿河の藤枝周辺、飛騨の鉱山周辺に及ぶ広大なものである。 これらサナゲヨ系の山茶湾洋の中から、トコナメ焼きと、厚み焼きが現れ、無勇、または、自然勇の壺、すり鉢、亀などの日常雑器が生産された。一方、サナゲヨの流れを汲む終わりの瀬戸洋では、宗谷元の白雷陶時期の強い影響を受けながら、13世紀から、瀬勇陶器の生産が発展した。瀬戸の陶は、道元とに日した、 加藤藤志郎影正が、宋の正当法を学んで帰国した後創始したものという言い伝えが残るが、今日では、その伝承には、裏付けがないとされている。ただし、小瀬戸焼の製品には、既景などに宋、元の製品の強い影響が見て取れることも確かである。小瀬戸は、中世の日本で、唯一の人工的に生有した陶器として沈調された。騎手は、 中国白磁を模したメピン、明品、四耳壺、水中が多く作られ、鏡頭などの物器もあり、前代に比較して、機種の増加が著しい。釉薬は、当初海洋が用いられ、後に生成した海洋で黄色に発色した、紅釉、鉄分を混入して、飴色に発色した飴釉、天目釉などが用いられた。12世紀から13世紀にかけては、 常名用系列から、常名焼き、しがらき焼き、丹波焼き、越前焼きなど全国を流通先とする地方用が次々に生まれ、それに、前述の瀬戸焼きと末期系の備前焼き等を加えて、世に言う、六古用の名称が後世生まれた。六古用という用語は、小山藤代が昭和30年代に使用し始めたものである。その後の研究の進展により、 中世の日本には、六雇用以外にも多数の釜場が存在したことが判明しているが、中世から今日まで政党が継承される釜の代表的なものが、六雇用であると言える。当時広く流通したものの今日では、廃れた地方用もまた数多い。これら陶器は、日本列島に広く流通し、京都、鎌倉をはじめとして、 各地の港や宿などの都市遺跡から出土している。日本において時期が製造されるのは近世以降のことで、中世においては、政治、白磁、青白磁などいずれも、そう、元及び高来からの輸入品であり、もっぱら上層階級により陳調された。陰世紀から鎌倉時代の前半では、白磁が多くの遺跡より出土するのに対し、 鎌倉時代中期以降は特に流線用の政治が思いじられた。なお、古代の弾きの流れを汲む素焼きの土器は、瓦家と称されて、祭祀を目的として大量に使用された。一回限りの使用ですぐに廃棄されるという独特の使用がなされたため、中世の遺跡からは大量の瓦家が確認される。漆器は、前代に比べ適系が丹精になり、 文様も従来の象徴的な自然描写から、写実的な絵画表現へと変化した。また、歌え、足で絵に習った衣装も用いられた。技法としては、平巻絵、高巻絵も出現した。鎌倉時代前用では、畑山記念館所蔵の長文手箱、出雲大社、秋の巻絵蘭殿箱、林王寺巻絵手箱、中央では、鶴岡八幡宮間が菊文すり箱、 サントリー美術館付箋綾文手箱。紅葉では、三島大社、梅門巻栄くしげ、大倉周古館の扇義三分巻絵手箱などがある。なお、この時代の螺鈿技術の進展も、著しく、ことに、螺鈿のみで巧妙に絵画的模様を示した、衛星文庫所像のシグレアンは、その妙義を示す一品として名高い。鎌倉時代の均衡品として知られているのが、 秋国五福島神社の密教宝具及び、大見国人商事の透かしぼり金銀とカカゴである。また、三島大社の手箱には、数種に及ぶ美麗な和経が内容品として、収められている。シャリ信仰の高まりとともに、多くのシャリが作られたが、中でも透かしぼりの美麗さで知られるのが、最大寺の近藤透かしぼりシャリである。盆章には、 芋野氏、物ノ重光による県庁辞書、同じく、物ノノ光による演学辞書があり、鎌倉時代の二大本章となっている。それぞれ県庁七年、昭和三年の記念名が刻されている。書道では、平安時代に、藤原光勢が創始した、世尊寺流は、次第に、区下社会で衰え、変わってそう、元の書風が伝えられたのを受けて、鎌倉時代末に、 伏見天皇の第六王子で、京都少年院の孫園入道神皇が、少年院流を開いた。少年院流は、和洋をもとに、僧の書風を取り入れたもので、江戸時代には、朝廷、幕府、諸藩の公文書に採用され、五家流と称された。庶民館でも広く普及し、修字の手本などにもなっている。有名な、高野主町は、 同じ寿明院島で、兄御伏見天皇の孫にあたる御光金天皇のために、孫縁が漢字と金で鹿を一巻に書き継いだものである。鎌倉時代に入ると、日本の古典研究が帰り見られるようになった。日本初期の民間発の注釈書である、浦部兼方の、尺日本記のほか、鎌倉の総仙学が万葉集の書本を肯定して、注釈書、万葉集注釈を表し、 源氏物語の研究では、源三幸、源近幸夫子が、水原賞を表して、注釈を加えた。あず鏡、宇がみ、うによる、序文執権政治のもとでの合議制への参加や、成文の法典などを定めるようになった、鎌倉武士たちも、ようやく内外の文化や学問への関心を抱くようになり、幕府の歴史を変年体で記した、歴史書。 アズ鏡が編纂された。執権、北条時寄の命令によって書かれた公的日記であり、前52巻、頼朝挙兵から1266年までを記述している。鎌倉時代の政治史を知る上での根本に資料となっている。鎌倉時代の資論書として名高いのが、天台雑で、九条金実の弟、また、新古今和歌集の歌人でもあった、ジエの 具感章である。転換期の世相を深い思索をもとに記しており、歴史を貫く原理を探り、道理による歴史解釈を試みた。具感章は、一貫して、自演自身が歴史の瞬間に我が身を置き、歴史を追体験する形で叙述されており、人間の理解や計らいを超越した歴史の不思議が、歴史を動かす力ともなっていること、あるいは、 歴史が動く時の軸ともなっていることを道理の語で表現しようとしているとの指摘がある。そして、公家社会の人々にはどうしても理解できない、武者の世の出現を道理の死からしむるところと考え、幕府との協調を解こうとした。この著は上級の乱の直前に後鳥羽上皇の挙兵を知って記されたもので、自演は、 この挙兵を道理に合わないとして一つの思想的立場から批判したのであり、また現実の政治論としての意味も持っていた。上述の日本初期の注釈書、釈日本記の他歴史への関心は仏教史に及び日本最初の仏教史として臨在宗の侶力間試練によって現行釈書が著述された。貴族の間では過ぎ去った。 古き良き時代への解雇と尊重から、朝廷や、公家の儀式、洗礼を研究する、夕食古実の学が盛んとなった。代表的なものに、純徳天皇の、金碧章や後鳥羽上皇の、世俗先進秘章がある。鎌倉時代の文学は、軍器物の流星など、武家の成長を表す新しい傾向とともに、 区下がそれに対抗して伝統に傾斜して、その集大成を思向する傾向が強く、優れた和歌集が現れた。また、転変する時代の移り変わりを冷静に受け止めて、試作し、それを書き留めた人々もいた。この時代の文学の特徴に、無常感がある。平家物語冒頭の、諸行無常は有名であるが、無常感に基づいて、 人生を干渉しようという態度で優れた随筆や評論が現れた。カモノ蝶明の随筆、法上記が代表的であるが、武士出身の西行が諸国を返歴して読んだ歌を集めた参加集もその所詮と言える。浦部健康、つれ連れ草にも無常感は見られるが、蝶明よりも健康の方が現世に対する距離が近い。上述した自演の 具観書も、歴史の移り変わりに無常を見て、その天変の原因などについて試作した著作である。陰性した人々の手になるものに優れた作が多いのも、この時代の特徴である。区芸の手になるものの多くが、創造性や現実主義、写実性を書き、文学上の新展開を主導できなかったのに対し、忍者は、より自由な立場にあって、 客観的な批判精神によって、信仰階級たる武士の対等の意味に、一定の認識を成し得たことが、その理由として考えられる。義古物語鎌倉時代に入ってからも、王朝文化を懐かしむ思いから、多くの物語が作られた。前代の物語文学の伝統を受け継ぐものとしては、義古物語がある。源氏物語など、 王朝時代の古い物語に義して作る物語の意で多数の作品があり藤原定家作と思われる松浦宮物語平安時代の落ち窪物語の系譜を引くママ恋じめの物語住吉物語取り替えばや物語を改作した今取り替えばやまた岩清水物語解人の狩りもなどが知られる評論の講師をなす口述の 無名蔵詞には多数の作品名が記されているが、散逸したものが多く、現存するものは少ない。一方では、激動する社会と武士の対等を反映して、軍記物語や歴史物語も多く作られた。鎌倉時代末期になると、義古物語は衰えを見せる。軍記物子の時代の文学の特色を示すものに、軍記物がある。いずれも、漢語や仏語。 俗語特に武士言葉を交えた力強く簡潔な和漢根高文で綴られた。従来の漢文体の合戦記では表現できない躍動性が発揮され実際の武士の活躍ぶりが描かれている。本格的な軍記物の先駆けをなすものとして方言の乱を題材とする方言物語、平時の乱を描いた平時物語が知られる。 共に成立年代は不明だが、平家物語二戦だって成立したと考えられ、前者は、鎮西八郎源、ためともを、後者は、悪玄太源、義平を主人公とし、両乱を題材としながらも主人公の悲壮な部分を描いている。一の谷の戦い軍記物の中でも特に、傑作とされるのが、自称、呪影の乱を中心に、兵士の攻防をテーマとした。 平家物語である。つれずれ草では、作者を豚生して、次元のもとにいた品の全事業長としており、それを東国出身の盲目の創生物に語らせたのが始まりであると伝えているが、その内容からは、複数の作者の介在が想定され、異本も多い。優れた文学というだけでなく、盲目の美和防子によって、 平曲として語り広められて、文字の読めない人々にも親しまれた。琵琶帽子は、平安時代の頃から琵琶を書き鳴らしながら叙字詩を、語って活躍していたが、楽器の伴奏に合わせて、物語に節をつけて語る、語り物は、新仏教の形成とともにこの時代を特色づける、新しい傾向である。平家物語は、前編を、 乗車筆衰の無常感によりながら、平の清盛、基礎吉名から個性的な武士像や運命に翻弄される、女たちの悲哀などを、和漢根校文によって描いており、合戦場面の、きびきびとした、簡潔な文体、女性の愛話における叙情的な和文体など多様な、文体が駆使されている。一族の運命を、自らの運命として受容し、潔く、 最後まで戦い抜いた武士たちを生き生きと描き切ったところにこの物語の魅力があり、また、祇園少女の鐘の声で始まる陰律的な書き出しは特に有名である。後続する、源平聖水記は、平家、物語読本系の写本中の一位本と考えられ、遺説、遺伝も載せるなど一種の詩書としての定裁をとっている。 他に戦乱に取材したものとしては1221年に後鳥羽上皇が倒幕の兵を挙げた上級の乱を描いた上級記がある。なお、その頃に著述されたと思われる平家物語巻十二六大飛山では上級にご無本を起こさせたまいてという一節がある。歴史物語平安時代の大鏡、今鏡を受けて水鏡が表されている。いわゆる 四鏡の第三にあたるが、除術の対象となっているのは、大鏡より、前の神武天皇から、任妙天皇の治世十四代の自責である。筆者は、平氏一門と親しく、頼朝や院とも関わりを持った公家の中山忠地で、ある。長谷寺に参老した老女がその夜に出会った主言者の、語った、不思議な体験を書き記したという体裁を採用している。 史実は、不創略記をもとに変年体で叙述されており、仏教思想の影響が強いとされる。説話文学では、陰性気文化の後を受けて、多くの説話集が作られた。文芸性豊かで、根弱物語集の続編にあたる、変写不明の、宇治周囲物語、上級の乱語、立花の成り末が、古来の伝説を集めた、古今著文集はいずれも、 世俗的興味の多い説話集である。宇治周囲物語は196段中80段、あまりが、根尺物語集と重複する。庶民の生活に触れた新鮮で、ユーモアに満ちた伝説や童話などを多く含む。また年少者への教訓書で儒教の影響が見られる。実験書、源の県県の古事談がある。仏教説話では、前奏無獣が、 公安の役前後に表した、斜石集平安よりの宝物集鴨の町名著とも言われる、発信集西行の漂白に固くされた、変者不明の先週賞、それに影響を受けた、総計政策と見られる、環境ともなどがあり、いずれも、世人を強化して、母大心を起こさせようという意図を伴っている。この中で、 社籍集は125段の短編説話が仏教原理を交えて説かれたものであるが、鎌倉に生まれ終わり国紀が先の長母寺に、豚生したという無重自身が諸国を遍歴したため、実際に彼が見分したものも多く、民間の僧話や伝説、童話の他レンガの作例などのほか、中には当時の僧侶の生活をありのままに記したものもあり、当時の庶民の生活や、 思想も知られる貴重な歴史資料となっている。カモノ町時代の流れを冷静に受け止め、それを随筆として書き留めた人々もいた。行く川の流れは絶えずして、しかも、本の水にあらず、淀みに浮かぶ歌方は、かつ消えかつ結びて久しくとまることなしの名文で、知られる、カモノ町の、法上記は、人間も社会も転々して、すべては、虚しいと説いた。 裁判年に、日野さんの奥に一条四方の草案を営み、世の不思議と人との関わりを試作する中で、長明は、法上という自らが占める住処という空間の意味を、見出し、そこに、自身のすべての思いを託した。また、長明は、わびしい生活を送りながらも、信仰一途に生きた求道者でもなかった。方言以来度重なる平乱と諸勢力の象徴。 福原千とや数々の基金を経験した長明は、すべてを、歌方のごときものとして諦める一方を、逃避と否定の生活に安住しようとして、安住しきれなかったのであり、その苦悶が彼の定感を文学的、人間的なものにしているのである。鎌倉時代末期には、説話文学の系譜を引く浦部健康が現れた。その代表作、つれずれ草は、つれずれなるままに、 日暮らしすずりに向かして、心に移りゆくよし、な仕事を、そこは、かとなく、書き作れば、怪しゅうこそ、物狂欲しくれの序断でつとに有名で、著者の広い見聞と鋭い観察眼によって、人生や世相を、批判的に眺めた、名随筆として知られる。長明と健康は共に問聖して、忍者としての生活を送り、法上記と、つれずれ草は、 国風文化期の清少納言、枕の宗詩と合わせ、日本三大随筆と称されることがある。三文では、国内政治が二極構造となり、京都と鎌倉の王冠が、盛んになったことを反映して優れた、気候文が現れた。その中の一つに、阿仏二が、藤原亀家との実施と亀家の着手二条、亀氏との間で起こった。 ハリマ国細川僧をめぐる諸領総論で幕府に訴訟するため鎌倉に赴いた際の気候文日記、伊ざよい日記がある。街道記と東刊気候は共に著者不詳の気候文であり、いずれも和漢根候文で記された中世気候文学の講師となった2作品である。前者は1223年に京都白川の中山に住む和美人が 後者は1242年に京の東山に在住していた漢人が共に鎌倉を旅した様子を気候文としており、東漢気候の作者は、解道器を読み、それを強く意識し、かつ前提にして書かれているという要素が濃厚である。解道器の作者については、かつては、カモの町面説もあったが長名没後の作品であることが明らかであるので、今日では、 源の近い季節が有力である。さらに、純粋の気候文学とは言えないが、と、はずがたりの中にも、気候文が見える。藤原定家の日記、赤月記には1201年に、定家が、後鳥羽院の熊野三景に同行した、最の気候文、熊野行行記が記されている。平安末から、鎌倉時代初期にかけては、関白、九条金金の日記。 玉葉、内大臣、中山忠家の日記、山縁樹記などが著名である。共に、中央政界で重要な位置にあった人物の手になる、ものであり、内乱期の政治史にとって、重要な資料となっている。幕府編参の、あず鏡は、北条時よりの命令によるものであり、それ以前の幕府創業期の記述は少なからず、誤りを含んでいるほか、 平家物語をはじめとする軍記物で記される事実とは多くの点で異なる叙述がなされているため、玉葉、山縁樹記はこれらを補う文献資料としてよく用いられる。藤原定家、赤月記は1180年から1235年まで56年の長きにわたってを漢文によって国名に記した日記であり、子孫にあたる霊税家に稼働。 書道の家の家宝として送電されたものである。新古今和歌集成立記の資料としては他に、源の家長の源の家長日記がある。他に、岡谷関白記冠中記山頂記花園天皇新記伏見天皇新記平時、民教記などの日記、日記文学が現れた。女性の作品には、宮塚への記録を、主とする、 謙春の運院中納言日記、弁内誌日記、中津笠内誌日記や、阿物に、いざよい日記があり、五不覚サイン二条の、と、はずがたりは赤裸々な愛欲生活と出家後の旅の、描写に特徴があり、論者によっては、中世最高の自伝文学との評価がある。発見が遅く、その意味では忘れられた名作と言って良い。日本最古の物語評論書。 無名蔵史が1201年頃に成立している。筆者は藤原春聖女ではないかとされている。源氏物語など28編の物語や歌集、歌人などを批評しており、文学史的意義が高い。源氏物語を最高傑作とし、上述した偽古物語の評価は低い。散逸した物語を知る資料にもなっている。 尾野小町や聖昌納言など女性についても論評している。自演、具観症は歴史を道理と末法思想の観点から眺め独特の歴史哲学を展開した歴史評論書である。鎌倉新仏教の開祖やその弟子たちは人々を導くために思祖の教えを平易な言葉で書き記した。このような思想書を法語という。法年、新乱、道元。 日蓮はいずれも名文化であるが、いずれも、修字の技術を超えた深い思索の結実した、名文であり、宗教文学のジャンルに含まれる。法年、選択本願念仏集など上述した一蓮の、海祖の著作のほか、親鸞の弟子ゆえの、丹日章、道元の弟子懐城の、消防現像随門記がある。鎌倉時代初期の公家社会では、 ことに和歌が盛んであった。歌人としては、藤原定家が名高く、平安時代の伝統に学んで、技巧的な表現を凝らしながら、妖艶で、上手豊かな歌を呼んでおり、また、観念的な美の境地を生み出そうとした。こうした新しい歌風と歌論は、当時の歌壇の中心となり、後鳥羽上皇を中心とする貴族たちの間に広く、受け入れられて、多くの優れた歌人を生んだ。 歌合わせの開催、藤原義経歌妃鎌倉時代の初期には、藤原義経主催の600番歌合わせや、後鳥羽上皇主催の1500番歌合わせなど、大規模な歌合わせが模様され、多くの歌人が活躍した。直戦衆1205年、後鳥羽上皇の命で、新古今和歌集が編纂された。者は、藤原定家と、藤原家隆、源道、道 藤原有家、藤原正常、弱連の6人である。後バイン自身も戦火の配列などに大きく関与した。八代州の最後にあたり、当時の歌人の歌を中心に、約2選手が収められ、直線和歌集でも結出したものの一つとされ、ゆるびで、技巧的な歌風は、後に新古今調と呼ばれた。前代の、潜在和歌集を継承し、さらに感覚的。 絵画的ないし色彩的に追求した作風が多い。一方では、古今和歌集への憧れと古代王朝国家の政治を解雇する思考が強く、従来の和歌の伝統を集大成したと評される。反面、新鮮さではもっぱら掛け言葉、援語、上語など、技巧の点に集中したとも評価される。この時代の、主な歌人には、後鳥羽院、次元、藤原義常、 藤原春勢、四季市内新能、藤原定家、藤原家高、若蓮、藤原春聖女、西行などがいる。新古今和歌集の歌直線和歌集は、新古今和歌集に、引き続き十三大集が編まれ、八代集と合わせ二十一大集の名がある。うち、鎌倉時代に編まれた者としては、の八集がある。直線集以外の和歌集家を読むことは、 教養の一つでもあった。三代将軍源本実朝は、藤原定家に学んで、しかも万葉朝と呼ばれる歌を読み、近海和歌集を残した。これは、実朝が、後鳥梅を尊敬し、王朝文化に親しみを抱いていたことの表れであったが、同時に、執権北条氏の強い警戒を招くところとなった。このように、公家文化に対する憧れから、 作家に励む武士も少なくなかった。近海和歌集の歌武士の家に生まれた、西行もその一人であった。西方極楽浄土への思いから、西行と名乗って出家し、平安時代末期の動乱する諸国を遍歴し、旅と自然を愛した、素直で清々しい集歌を呼んで、歌集、参加集を残した。西行は、鴨の町名や浦部健康と共に、鎌倉旗における、 忍者文学を代表する一人である。三歌集の歌、鴨の町名にも、歌集として、鴨の町名集がある。百人一首の成立百人一首は、1235年、宇都宮入道連生が、京都佐賀の小倉山に建設した、中野院三層の障子に貼る色紙型のために、宇都宮連生より色紙扇筆の依頼を受けた、藤原邸家が、上代の天智天皇から、 当代の準徳院まで、百人の歌人の優れた和歌を、年代順に一種ずつ百種選んだものが原型と言われる。なお、連世は定家にとって、子息、藤原為家の学府にあたる。カルタ遊びとなったのは、後代のことであるが、定家著、近代集家とは、若干の異動があり、これについては、公式の著述には、 鎌倉幕府の権力をはばかった者の私的な選筆に、際しては定価は、自らの美学に忠実だろうとしたのではないかという、見解がある。百人一種、近代集家もに古来、王朝赤の入門として、人々に親しまれてきた。鎌倉時代には歌に対する批評意識が高まって、科学の分野が確立した。巫女左家より出た。 藤原春勢は1197年、古来風から出しを表し、和歌の本質や和歌の歴史、和歌表現の変遷などについて述べ、特に有限の美学を唱えた。科学を体制したのは、春勢の子で、妖艶、右心の境地を目指した藤原定家であった。定家の過論書、近代集歌は1209年の成立で、 源のサネともに送った栄華のための指導書である。最初に、和歌詞を概説し、詞は古きを、忍ぶ日、心は新しきを求め、及ばぬ高き姿を願い手と心得を述べ、さらに、源の慶心以下6人の和歌、約25首を霊華として掲げている。定歌の歌論書として、他に添削形式で叙述した、毎月章がある。述のように、 定下以降の和歌は形式化の傾向が著しくなった。定下の子ため家は、科学よりも、自家の地位を宮中での交友で高めることに努力を、払ったため、科学は衰えた。この後、藤原ため家の三つ子、ため氏、伊京、ため助は三夜に分かれ、それぞれ科学の家元となり、互いに政党を争った。また、鴨モの町名は1221年頃に、 無名書を表して、歌人の心へ、和歌に関する古実、歌人の変遷などを記している。この時代の後期になるにつれ、和歌は衰えていったが、代わって、和歌の余儀から発生したレンガが、武士や僧侶、庶民の中で流行した。超レンガは、平安時代に遡り、陰性期に流行して、鎌倉時代には、レンガの会が催されるとともに、レンガの規則が整えられていった。 言葉上皇の時代には、平安以来の基地を中心に据えた、滑稽な無心ンガと、和歌的上司を重視する、無心ンガとに区分された。次第に、無心ンガが優勢となっていくが、無心であることは和歌においては、低評価にとどまるものの、無心煉瓦、徘徊レンガにおいては、文芸としてのレンガの本質であるとして、積極的評価がなされた。二条、吉本仙。 つくば州は、1245年から1249年にかけて、毎年春3月に、星正寺、清水寺、美写門堂、法輪寺など京都の所持で花の下でレンガの会が開かれていたことを伝えている。創業のレンガ市が中心となり、寺宗、周囲の地下人、通りすがりの旅人までが加わっての会であったことが知られるが、鎌倉、 宇都宮など東国でも花の下のレンガ会は開かれている。これは、鬱心有限を胸とする、道場レンガに対するところの地下レンガであるが、上述の無重、車石集は、わずかながら、当時の地下レンガの一部を伝えている。芸能では、前代に引き続いて、今用や漏洩が愛好された。水辺にあって、小舟で客を求めた遊女や陸上に拠点を設けた。 九靴などの最も得意とした芸であり、当初は、巫女の間で盛んとなり、後に、騎士も加わった。今用を受けて、鎌倉武士たちに愛称されたのが、早歌と呼ばれる、長編歌謡である。早歌は、源氏物語や、和漢楼英集など日本の古典や仏典、漢石を出典とする歌謡で75兆を基本とした、もので、 1296年以前に成立した遠曲集は歌謡作者、明け空の編纂による歌謡集である。仏教参加である和山も盛んに作られた。浄土新集系の浄土和山など三条和山や自集系の別願山、浄合和山があり、その影響は旧仏教系の高僧山、神儀山などに及んだ。古代にあっては音声による、 言語的伝達の営みを意味していた語りは、鎌倉時代以降は不回しを持った声と楽器が一体化したものをも含むようになった。これが語り物であり、代表的なものに、平家物語を琵琶に合わせて語る平曲がある。鎌倉時代後半には、平曲が琵琶帽子全体に広まり、上一、上弦、上一などによって、遠道座と称する座が組織された。 衝動は仏法を説いて主情を導く語りの芸能で平時の乱の時斬殺された神勢の子で天台宗の総長剣はその名手として知られた。長剣のこの性格も衝動の名人で性格がアグいに重したことから彼の家系はアグい流として衝動の本宗の地位を占めた。十三世紀抜用には普通衝動宗が編まれた。説教は 鎌倉期から室町期にかけて、衝動から発生した芸能で、やはり仏教の教問や教義を説いたが、これにも、やがて節が付けられて、後世説教説が生まれている。陰性期に大流行した、滑稽な舞踊である、猿楽。元来は、濃厚神事芸であった田楽は、鎌倉時代以降、演劇的な要素が加わって、それぞれ猿楽の、タラガ能となった。田楽や、 延年前は、法師や地後などによって演じられる崩楽であったが、宇治、白川など京都の近在では、肝心伝学も盛んで、占領者が、複数の座を組織して、演技を競うこともあった。伝学、猿学のほか神楽や武学、一物、大舞、細男、獅子、樹子八乙女などは、渡し物として、神社の祭礼の際に奉納された。 白表紙姿の生御前頃九靴氏には、男性も女性もあり、操り人形なども行ったが、女性は時に売春に身を落とすこともあった。ただし、1249年、駿河国戸谷京今塾の九靴が、工道受領院の雑証を相手に訴訟し、幕府の法廷において勝訴していることから、少なくとも中世前期の友情、傀来は、 久後神や新人と同じ立場であり、必ずしも、高代のように非戦士の対象ではなかったことが知られる。これは、白拍子も同様であった。一方、この訴訟は、漂白の遊芸人であった区物が定着し、伝授の工作を行うこともあったことを示している。鎌倉時代には、漂白の世紀にふさわしく、多種多様な旅芸人の活躍が見られた。 鎌倉幕府成立を祝賀し、その存続を記念する行事として位置づけられた1193年の富士の巻狩りにおいては、有名な蘇我兄弟のあだちが起こっているが、この経過は、大磯の虎と、自ら称した女芸人によって語り広められた、ものである。謝辞や道々には、猿に芸をさせる猿引き、紅白の衣装をつけて舞うく狭い。 古い猿楽の系統を弾く、樹脂、音名詞を流れを弾く衝撃脂、風流など、遊芸の人々が集まった。遊女と、九靴は一括して故障されることも多かったが、白拍子は、両者から区別され、水管に袴姿の断層で鼓を伴奏に歌い、舞うものである。元来は、仏教の生命道における用語で、大寺院の延年舞などの際に、 銅像が白子越すなわち日常に近い音声で歌った、ものである。権力者との関係も知られ、平野清盛と、儀王、仏御前、源義経と聖御前、後鳥羽上皇と亀菊などが知られる。源の頼家と微妙の間にも秘伝があった。白拍子は、当初は、都で流行し、やがて、鎌倉や地方へと広がっていった。蹴鞠芸道としては、 上述した記者産物や競馬、相撲、銃列などがあり、これらは多く信じ渡し物として、神輿、神木や御手倉、また、神楽などを上述した諸芸能と共に神社祭礼の際に奉納された。この時代、芸道として規則が整備されたものに、蹴鞠がある。蹴鞠は、鹿の皮でできた鞠を一定の高度まで蹴り上げてその、 回数を互いに競うもので、遊戯的な要素を多分に含みながらも元来は、儀式の一環として行われるものであった。十世紀に、貴族の間で流行したが、後白河法王の時代に現れた、藤原よりがけが、蹴鞠の名人として知られ、蹴鞠町の異名を取った。来補の孫にあたる藤原総長、藤原正常の兄弟は、鎌倉期にあってそれぞれ難ばけ。 飛鳥池家の祖となって、まりの区伝、古実を子孫に伝承した。なお、マサは、幕府の重鎮、大江広元の女性にあたることから、将軍源元サ友とも親しく、当時すでに世評高かった五十代のカモノ名を、実友に引き合わせるのに、功績のあった人物でもある。鎌倉時代に入ると、公家や新官のみならず、天皇や将軍、武家や、 民衆の間にも蹴鞠に興じる人が広まった。ひたたれくげの脳士カリギヌに対し、武士の平服としては、ひたたれが知られるが、次第に清掃として認められるようになり、室町時代には、武家の礼服となった。また、上級武士の清掃としては、水管があったものの、それも含めて、武士の服飾は全体に、庶民的なものであった。 水管のも元は釘に雇われた庶民の服装であった。源の頼朝の家臣、岡崎義兼が、頼朝より水管を配慮した際、上佐サ広常は、義兼のような老齢の家臣ではなく、自分こそが水管を賜るべきであると主張しているが、これは、平素の物資の衣服がいかに質素なものであるかを物語る、逸話であると言える。また、 武士が狩りをする時の装束としては、狩り装束があった。陰性期から鎌倉時代前期にかけて、公家社会の女性の間で、小袖が大変流行した。また、この時代、身分ある女性が外出する際には、担ぎという一種の小袖を頭から被かって、頭部を隠した。より一般的には、潮長さの周りに、虫のしで衣という薄い布を垂らすことによって顔を、 隠して外出することが多かった。この時代の後半、津軽半島、下北半島を含む東北地方北部は、お島半島など、北海道南部との交流を密にしており、日本国の国政の及ぶ社会とその外側の社会とを結ぶマージナルな空間としての意味と役割を強めた。13世紀以降、海の道を通じて、昆布や酒など、北方の産物が、 本州以南にもたらされると同時に中国大陸の戦火や陶磁器が東北、北海道の地域に大量に流れ込んだ。これを沙汰したのがエゾ関連と称された安藤氏であった。北海道ではこれに先立って女神族など北東アジアの諸民族の影響を受けた文化が同東部に流入しオホーツク文化が生まれたがオホーツク文化は 道東部以外の北海道全域を覆っていた、殺門文化に吸収されてゆき、やがて、上述のような南方からの文物の流入と、サハリニア宴会州との交流の中で、アイヌ文化が形成されていった。ありがとうございます。